皆さんこんにちは。今回はお兄ちゃんはおしまい6話視聴者の反応をご紹介します。皆さんの感想もコメントで教えてね。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、レッツゴー。あばばばば。スカート長いな。友達を勝手に連れてくるな。こんなん彼氏ですやん。サンキューもみじ、フォーエバーもみじ。ワイもついていきたい。パフェ食べるのに家まで誘いに来るのか。これ半分犯罪やろ。依存しそうだな。優しい。サンキュー見張り。妹に小遣いもらうのくさ。1000円で足りるか？もっとくれや。ママかよ。謎の金どころ。妹絶対パパ活しとるよな。妹はそれでいいんか。悪い顔しておる。なんやその顔。今の顔好き。朝日。だぞ。やべえやつや。腐ってんだよなー。あらあ、動きすぎ。ぬるぬるやな。ゆりのう？おっさんが JC に抱きつくな。ゆり豚か？こいつを置くか？レズを見守るレズ。日常系アニメにいがちなゆり豚キャラ。オークが湧いてきたな。オーク大量発生で草。このモブ二人ちょくちょく出てるやつか？モブが作画の趣味すぎる。何は露天ねん。いいのいいの。一般通貨。店員さんかわいい。モブ好き。何は露とんねん。ワイも混ざりたい。女子トークできてるやん。全員可愛い神アニメ。お兄ちゃんヒッキーだったのにメンタル強者になりすぎやろ。美少女効果か。うまそう。高そうなパフェ。いきなりパフェ食うの？ご飯は？ JCB のご飯はパフェやぞ。ココナちゃんの小遣い2年分くらいの値段しそう。柔道部に横取りされそう。もう一本要素。レズバトル。嫉妬やない。脳が。こんなんレズせやん。私も食べさせる。こいつガチでユリ豚やん。嬉しそう。グッフフ。絶頂してそう。ユリ豚ドラゴン。もう男に戻らんでもええやろ。ワイも女の子になって放課後友達とパフェ食べたかったわ。ユリ多く増えすぎだろ。友達だもん。優しい。男に戻るメリットある？バックステップで歩くな。前見ないと惹かれるぞ。歩き方変えてくるとか細かいなほんま。見張りの出番が減るとはいきついわ。引きこもり脱出したら終わりやろ。なんかたまにこいつが男だって忘れそうになる。ひえ。恋人つなぎ。ワイも混ぜてよ。怖いよ。なんやこいつ。一番やべえやつ。めっちゃユリ豚やん。いい顔。実は男と知ったらブチギレそう。こいつ引きこもりのくせに割りかしコミュ力高いよな。見張りかわいい。じとめって。ノルマ達成。風呂助かる。見えた。おっさんみたいな座り方やめえや。男やぞ。動きが無駄に細かい。シャンプー使ったか？胸をナーフすな。イカハラエッチ。腹の書き方がガチ。腹の書き方がやべえは完全にアウト。地味に毎回風呂シーン入れてきてるなこのアニメ。湯気が濃すぎる。かわいい。制服やん。妹のお下がり。実はロング丈も好き。大事な話。学校。いかんでしょ。これ言っちゃなんだが妹すっごい頭おかしいよね。最初からマッドサイエンティストやん。エゴイストでなければ妹にはなれない。法もおかしいぞ。戸籍どうなってんねん。当分ってどれくらいやねん。設定とは。薬抜けないわ草。薬が優秀すぎる。薬何ヶ月抜けないんや。突然薬切れたらどうすんだ。おしまいや。学校行こうとか言うな。妹やべえだろ。行くんだ。流されたのか。この世界の公文書私文書とどうなっとるんや。自宅警備員なのによく言ったな。学校で複数の男子に回される薄い本。主人公席やん。後で紹介するねとかもう自分のものみたいな感じやん。所有権アピールだぞ。モブカワ。ハグワグ。やめなよ。嫉妬や。ユリ豚消滅してて草。ユリ豚換気。やべえやつおるやん。ユリ豚けいれん。見る専門。ノルマのごとくトイレ。廊下でけいな。あかん。モルモル。今さらそうはならんやろ。飛び散るやろ。今さら間違えんなや。おいなんでや。もうその段階は超えたやろ。あやかしトライアングルで見た。こんなん性癖破壊されるやろ。男児も普通に可愛いな。やべえやつ。濡れちまうよ。ツレション。シンクロ。なんか草。変態アニメさ。JC 特有のツレション文化。いやしろよ。また漏らしそう。漏らせ。さっきすればよかったやん。我慢してて草。ATX 出資条件。また漏らすんかこいつ。こいついつもトイレに駆け込んでるな。ああ。なんやこの尿アニメ。ほんまに複数回漏らすんか。
二度目。ノルマ達成。ああ。おしまいだよこの兄。大声出して音をかき消すなり。30超えたらみんな通る道や。ピンポーン。出たわね。ギャルやん。オタクに優しいギャル。父の格差。この姉妹面倒見えいな。カエデちゃん偶性すぎる。スカート丈の差がやばすぎる。え。こいつアホやろ。そうはならんやろ。そらビビるわ。ガンミ。ナンパかよ。おかず不可避。サービス意味深。ちょっと男子。こんなん知女やろ。モブ男子女装させたい。集団精通しちゃう。サービスする薄い本宮抜ける。テンプレのセリフで草。閉めろ。男子人気も出そう。さすがに意識低すぎやろ。犯罪やろ。男子可愛いからもっと映せ。何見とんねん。めっちゃ見てるやん。こんなん同じクラスとか男子やばいやろ。ガン見してて草。スタッフちょっと変態やろ。神アニメか？むほほ。でかい子もおっていいな。これはこれで半分犯罪やろ。まずいでしょこのアニメ。これバレたらガチで逮捕されるやろ。平原。すっとん共和国。失礼で草。ナイペッタン。ひどすぎて草。シンプルにバカにしてて草。大平原は草。ミヨちゃんへ。もうこれしか見たくない。でかすぎる。作画すげえ。その胸で中学生かよ。意外とどころじゃない。JC でこのデカさはやばい。極上やん。むほほ。ジャックボーン。シャツは？ T シャツは着ないんか？ブラの上にジャージ？体操着の上にジャージやないんか？ジャージエアプアニメやな。曲じゃーはエッチすぎるやろ。神アニメ。また例のおっぱいアニメーターおるな。寝てる子強いな。モブも個性あるな。あれの日か。優しい。人間の競馬か。寝てるちゃん結構頑張ってるな。早い。やりますねー。犬かな？パワー系やん。馬娘やしな。1500メートルかな。マネージャーかよ。お兄ちゃんニートやったくせに気が利くやん。体育の授業でボトルなんて出すか？体育の授業にそんなものないやろ。おっぱいの大きいキャラ大体運動神経悪い。例のあれ。あれって何？そらもうあれよ。どれだよ。まだ来てないんか。生々しいアニメだな。せやな。レバニラや。うまそう。着替えろ。制服で食うのか。ブラウス汚れるこれ。多用はできんな。えらいママ。そらそうよ。経験者は語る。説得力すごい。確かに。もうメスじゃん。戻してやれや。こいつ兄をどうしたいんや。ホモの目覚めか。ノリノリで草。半分ホモになってない。もう終わりかよ。体感2分。ご視聴ありがとうございました。you